最近あの最初の挨拶がうるさいと話題のリュウジです。ということでですね、今回ですね、もう最近めちゃめちゃ暑いじゃないですか。めちゃめちゃ暑い時に、まあ、何が食べたくなるかって言ったらね、やっぱ冷たい麺だと思います。ただ冷たい麺をね食べるだけだと面白くないので、今回はねこいつを使っていきます。メキシコ産のアボカドでございます。これね、僕も最近知ったんですけども、あの日本で売られてる9割がメキシコ産のアボカドみたいなんですね。で、僕アボカドのレシピめっちゃいっぱいあるんですよ。なぜかというと僕がアボカド大好きだから、栄養価も高く美容にもいいっていうね、もうねいいとこ尽くし。これ料理研究家的な味の目線なんですけども、いろんなものに合います、ね、和洋中全部合います。今回はですね、このメキシコ産のアボカドをですね、こちらのそうめん合わせまして、最高にとびきり美味しいですね、夏にぴったりの、爽やかメニューを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それでは材料説明いきたいと思います。まずですね、メキシコ産のアボカドで、あとそうめんです、はい、100g のそうめんですね、はい。で、あとベーコン、40g、 あと調味料なんですけども、カレーコンソメが小さじ1、黒胡椒、あとお塩ですね、レモン汁、あの生のレモンでもいいんですけど、今回はコンクタイプのものを、液体で売ってる調味料を使ってます、はい。オリーブオイル大さじ2、粉チーズ、なんとこれだけ。はい、ということでですね、冷たいアボカドのそうめんを作っていくんですけども、まずね、最初にクールダウンさせながらやっていきます。見てください、キンキンに冷えたハイボール、これをですね、僕の体に流すとどういうことになるかというと、体が夏になります。まあ早速、恒例の儀式もできましたのでやっていきたいと思います。まずね、ベーコン切っちゃいます。ベーコンを、はい、こんな感じかな、こんな感じで切っていきます。アボカドも切っちゃう。アボカドの切り方なんですけども、こうやってですね、刃を入れて、こうぐるっと回します、こんな感じでですね回してください。種は包丁の、ね、下の部分をカンとカンとやってくるっとひねればすぐね取れますんでね。今回ね半分使っていきます。ベーコン炒めます。ベーコンをこれ引かないでいいですからね、これね、引かずに炒めていきます。あの表面に焦げ目がついたら OK です。炒めたらちょっと避けておきます。で、このボウルにアボカドをね入れていきます。ポロッと今ねソースを作ります。コンソメ、胡椒ね少し入れましょう。後からもかけるんですけど、ここでも胡椒のを入れていきます。あとレモン汁、お塩も一つまみ入れておきましょう。オリーブオイル大さじ2ですね、はい。この状態でですねクラッシュしていくんですね。アボカドの、いい感じのソースになります。ごめんなさい、さっき忘れたんですけど、卵黄、ここでね卵黄入れます。卵黄入れると白身残るんですけども、残った白身飲んでください。これね全部混ざりましたら、炒めたベーコンもねここにもう入れちゃいます、はい。そうしましたら、この状態で冷凍庫に入れて冷やします。急いでる方はね冷凍庫に入れていただいても大丈夫です、はい。数十分であればね、はい。じゃあですね、この沸騰したお湯、この沸騰したお湯、そうめん入れていきます。沸騰したお湯にそうめんね、はい、こうやってねじって入れるとねシューッとこう入るんでいいですよ。で、茹で方はね、あのそうめんの表示通りの茹で方で大丈夫です。こいつをざるにあげてですね、流水で冷やしていきます。流水で冷やしたら、はい、今ね氷水用意しました。冷やしていきます。氷水で冷やしていくとやっぱね、あのそうめんコシが出るんですよね。でですね、もう指先が冷たくなったなっていうぐらいまで、冷えさせたら、まだね水すごい含んでるんですよ。なのでこうやってねギュッて絞ってください。少しそうすると、水分これぐらい出ます。水分がソースに絡まるとやっぱり薄くなってしまいますので、少し絞って、あのそこまでいっぱい絞らなくても大丈夫なんですけども、軽く絞って水分出してください。メキシコ産アボカドソースにこのそうめんを入れていきます。で、ここからはねスプーンではなくこういうヘラとかをね使っていただいた方が綺麗に混ざります。これでね手早くね混ぜていきましょう。まあ、今回はレモン汁だけでやってるんですけど、パンチが欲しい方はですね、おろしニンニク、ほんとね小指の先ぐらいでいいです。ほんの少しのおろしニンニク入れていただいても美味しいです。はい、
そうしましたら、これから盛り付けに入っていきます。はい、でここで、あとこう、にじりながら、ソースもね、このゴムベラを使えば一滴も余すとこなく使えるのでね。最後のトッピングとして、粉チーズ。これお好みです。味がね、濃いのが好きな方はたっぷりかけてあげてください。はい、黒胡椒。はい、そうしましたらですね、こちらで冷製アボカドカルボソン完成です。はい、それではですね、出来上がりましたので早速食べていきましょう。いただきます。これね、やばいうまいっすね。このアボカドソースすっごいうまい。アボカドって皆さんね、だいたいサラダで食べる方とかそのまま食べる方とかが多いと思うんですけども、アボカドってね、ソースにするとめちゃめちゃ美味しいんですよ。本当に潰すだけでまろやかなソースになって、で今回はですね、そこに、またプラスでオリーブオイルとですね、卵黄を加えてるんですね。でこのソースがもう極上なんですね。本当に美味しいんです。これはいい具合で熟れたアボカドでしたので、このアボカドのコク、これがですね、そうめんに、こう分かりますかね、そうめんの一本一本に全部このアボカドのソースが絡まってるんですよ。これ食べた時にね、すごくね、コク深くて、もう一口食べた瞬間にもう幸福感がね、もう非常に生まれてくるんです。これ幸福感が、これほんと美味しいです、じゃあですね、これもものすごい、これもう絶対やってほしい。これ見ていただいた方、やっていただいてほしいんですけども、今使った中で半分アボカド余ったじゃないですか。あれをちょっと本当に簡単なおつまみ、メキシコの料理なんですけど、ワカモレっていうね料理があるんですけども、アボカドのディップなんですね。これをちょっと僕なりにちょっと作っていきたいと思います。じゃあね、これね、さっき余ったアボカドなんですけども、全部ね、くり抜いて入れます、ね、半分余ってんのもね、ちょっとあれなので余すとこなくね、使っていきましょう。ここに、黒胡椒、僕お塩ちょっと、レモン汁ほんとにね、少し、小さじ3分の1ぐらいかな。僕はコンソメちょっと入れます。ちょっとね、うまみをつけたいので小さじ半分ぐらいでいいと思います。で、これで、崩していきます。ちょっと思いついたんですけども、ホットソースを4滴ぐらいで、これちょっと辛み入れていきます。玉ねぎのみじん切りとか、トマトの角切りとか入れたりもするんですけども、今回余り物で作ったので、これぐらい、簡易的なもので、やってます。うまっ、アボカド神だこれ。はい、ということですね、余ったアボカドで、すいません、もう一品作っちゃいます。ただ混ぜるだけなんで、ちょっぱや、クラッカーがあればクラッカーでいいんですけど、今回は食パンがありましたんで、焼いた食パンで食べていきます。本当はね、バターナイフとかの方がいいんですけど、こんな感じでたっぷりつけていただきます。うめえ。アボカド神だな。味付けね、軽くしか知らないんですよね。これで混ぜるだけでこんなにうまいってなかなかないです。ワカモレでコンソメ入れるのってないと思うんですけども、うまみをねちょっとつけることによって非常にね食べやすくなりますね。で、食感が欲しい方は、みじん切りにした玉ねぎとか角切りにしたミニトマトとか入れていただくのもいいと思うんですけど、これマジうまい。この形式やったらお子さんのおやつとかも非常にいいですね。これね、そうめんもマジうまいし、ぜひですね、皆さん、メキシコ産のアボカド
どっちも、ま、もう今日はね、もう一つ若盛りもやったけど、どっちもまあ、どっちも超簡単でうまいので、ぜひメキシコ産のアボカド食べてみてください。はい、ではですね、今日の料理美味しそうだなとかですね、食べてみたいなと思った方はぜひぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。